報告は以上だ。ご苦労様。引き続き情報の捜査を進めなさい。先日のナイトメアなどによる大規模な軍事行動は全て死病を蔓延させる恐るべき魔物などを討伐するのが目的だった。その魔物を操っていたのは反政府組織であるラビリンス。忌むべき犯罪者と魔物を殲滅するために我ら王宮が軍団を派遣した。そういう物語を広く喧伝し大衆に信じさせるのよ。現場にはそれらしい物的証拠なども残してきたから、まあ大丈夫だろうとは思うけど、ランドソルの住民は普通平和な街の外には出ない。目撃者はほぼいないはずだから、我々が広報した内容をすんなり受け入れて信じるはずよ。違和感を覚えたとしてもすぐに忘れるわ。陛下が昏睡状態に陥る以前から人々の思考を我々に都合がいいようにねじ曲げる魔法装置を街中に仕掛けていたからね。民は何も疑わずのんきに平和に今日もいつも通りの日常を過ごすわ。ただしあまり猶予はないのよね。魔法装置は陛下しか動かせない。陛下が魔力を注ぎ続けない限りいずれ動作を停止するわ。そうなる前に陛下の敵は残らず滅ぼさなくちゃならない。ラビリンスの連中などの死体はまだ見つかっていない。生き延びている可能性もある。徹底的に捜索し場合によっては指名手配などもして生け捕りにしなさい。最悪殺してもいいわ。災いの種は育ちきる前に摘むべきよね。連中の捜索と捕獲あるいは殺害はナイトメアに任せるわ。王国最大の軍事力を存分に発揮しなさい。そのために高い維持費を支払っているのよ。いくつか問題がある。いや問題しかないように思える。確かにラビリンスやその協力者たちは忌まわしい悪党なのかもしれない。まだ彼らが犯罪行為を行ったという確実な証拠はないが、なぜかそう思える。これが正義なのだと。だがそれはそれとして、彼らの捜索や捕獲のためにナイトメアの戦力の大部分を割くのはどうかと思う。先日副団長だったクリスティーナが離反したためにナイトメアの戦力は低下している。一度牢獄にぶち込む際にかなり彼女が大暴れしたせいで負傷者も出たしな。戦力の増強はしたと思うけど、ろくに訓練も積んでいない新入りばかりだ。まだ使えないというか戦力としてはあまり期待できないだろう。先日のラビリンスとの交戦でまた大量に負傷者なども出たしな。町の外では陛下が操る魔物たちもこちらの戦力に加えられるが、さすがに町の中を魔物にうろつかせるわけにはいかない。魔物は基本的に危険で恐ろしい悪の権化だ。先日小さな魔物が町に侵入しただけで大騒ぎになっただろ。今度は町全体が恐慌に陥るぞ。とりあえず私は単なる国王陛下の代理人なので陛下とは呼ばないように。これは失礼した。代理人か。かよろしい。確かに魔物は使えないわね。私の操る魔物たちには町の外でラビリンスの残党などを捜索させましょう。町の中ではナイトメアが誇る団長ジュンの鍛え上げた精鋭を中心にして行動しなさい。まだそこそこの人数はいるわよね。そこそこだがな。けれど我らも存分には動けないぞ。来週末にランドソルの町では大規模な祭りが開催される。建国以来今日まで連綿と続けられてきた祭りだ。まさか中止にもできないし、
我らはその準備や当日の警備などに暴殺させられる。とてもラビリンスの捜索などには手が回らない。ちっ、そんなのがあったわね。道理で近頃町中が騒がしいと思ったわ。お祭りね、そんなもの中止か延期にでもしたいところだけど、ランドソルの人々が楽しみにしている行事、季節のお祭りだもんね。変に中止にでもすれば違和感を覚えられるし、王宮への不満がたまるわ。それにお祭りには諸外国からも賓客が訪れるし、すでに招待状なども陛下が手配済みだったわ。陛下は意外と季節ごとのお祭りとか神事とかを大切にするのよね。町の中ならともかく、諸外国までは陛下の魔力も完全には浸透していない。こちらが妙な動きをしていたら賓客が察知して疑問を抱くかもね。外から見ればランドセルの内情がおかしな状態になっているのは一目瞭然だもの。変に勘ぐられたくないし、お祭りは予定通り開催するしかないかしら。弱みや隙を見せるのは外交上好ましくないからね。